ミスターアパッチ TV。 ミスターアパッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは、ミスターアパッチです。今回はですね、新感覚のアトラクション豊洲チームラボプラネッツに来ています。どういう風に新感覚か、まずはご覧ください。おお、すごいですね。デコボコな感じ、これも驚くな。すげえな、沈む感じ。なんか人間の体内にいるみたい。いや、これ面白いな、沈む。みんなで、ね、子供みたいにバチャバチャしてますよ。やばいっすね、この空間はね、人をダメにするクッションっすね。これめっちゃ気持ちいい。あー、たまんねー。これね、次のセクション行くまでにね、こうわざと暗くして狭くさせてるんですよね。まあ、この感覚がまた次の驚きにつながるんだろうね。あー、いいな、期待値が高まるな。うわー、マジで、すげー、おーい、マジか、やば。確かにね、今までね、体感したことないような空間ですね。ちょっと入った時の瞬間がやばい、やばこれはマジいいな。鏡の広場ですね。やっぱなんだろう、ぐちゃぐちゃ広さ感じるな。やばいっすね。あ、これ何、自分で押しながら進んでいくってことですか。なるほど。子供に戻れるよね。本当に上空に一斉に舞い上がりましたね。すげー、おー、すげー、なんか泳いでる。フロアにね、水が溜まってて、みんな膝下までね、水に浸かりながらね、まあなんつうんですかね、泳いでる鯉の中を自分たちが歩いてる感じ。これもね、なんかね、やっぱすごい新感覚。今3つぐらいかな、セクション通ってきたんですけど、外れないですね。全部驚かされてる。そうだね、花の香りもするね。音楽と映像、そして香り。声も響くし、あ、おやば
しかったですね、このチームラボ。これですね、なんか入る前あんまり期待してなかったんですけど、でまた料金もね若干高いんですよ。4000近いっていう料金で、本当に全部が新感覚、光と音とそして空間、匂い、なんか一つ一つのセクションをみんなすごく驚かしてくれて、五感を刺激してくれる感じ、これはねぜひおすすめですよ。何かしら感じるものあると思うんで、むちゃくちゃ面白かったです。